少子化の影響で年々学校の休校そして廃校が続いています。校舎を解体せずどう生かしていくのか地域の課題となっています。こうした中、地元の人たちの思い出が詰まった学び屋に新たな価値を作る動きが加速。その工夫を探ります。けん玉に編み物をする子、こちらはクッキング。タブレットでゲームに夢中な子もいます。ここは休校中の学校です。知りたい学校に、まあ、いろんな事情で行けてない子だったりとか、まあ、学校には行ってるけどこう、まあ、ちょっと毎日学校行くのしんどいっていう子、みんなで楽しい場所を作っていこうよっていうグループになってます、はい。休校中のあわら市新郷小学校で去年12月に始まったのはフリースクール福インクル学園。小学校の教諭だった園長がボランティアの協力を受け、毎週水曜日と第4日曜日に開校。これまでに16人の子どもが居場所を見つけています。ここは子どものやりたいことが一番の勉強材料。お互いにやり取りを通して成長を促します。お楽しみの給食も。食べたいもの食べたいもの、フルーツヨーグルト食べたい。フルーツヨーグルト。メニューはその日に食べ買うものを提案し合って決定。もちろん食材の買い出しや調理も自分たちでします。今食べれる？食べれる？家にずっといてゲームしたり一人でいるよりちょっと話したりした方が楽しいから。普通の学校に行ってても疲れたなとか、なんか違うことをやってみたいなって思った時に選択肢ができるっていうことはすごくいいなと思って。廃校休校問題とこうちょっとマッチングして、そこに価値を求める親御さんだったりとか子どもさんが来れるようになると、学校としてまた新しい形が見出せるんじゃないかなと思って。知りたい。児童の減少や学校の統廃合で廃校となった全国の公立学校は平成14年から令和2年の19年間で8580校、平均すると毎年450校が消えた計算です。また県内では同じ19年間で合わせて56校が廃校に。都市計画の専門家は校舎を使わず放置した場合地域への悪影響が高まると指摘します。その景観が悪くなるっていうことは、そこに住む人にとって魅力を失うことになる。でもう一つはその犯罪とか、まあ、そういったことが二次的に起こってきますんで。一方で校舎の解体は多額の費用がかかり簡単ではありません。古い校舎にいかに新しい価値を見出すのか、大きな課題です。こうした中、廃校となった校舎が2日間限定で楽しい施設に生まれ変わりました。知りたい。何かしら、うわいたずらわけだ。おととし近くの小学校3校が統合し廃校となった鶴ヶ北小学校で、先週末開かれたのはお化け屋敷。市民の有志が企画しました。去年別のイベントで20何年ぶりですねに学校に来ました。すごく非日常的な感覚で過ごすことができまして、そういう環境で大人になってから何か楽しいことができたらいいなっていう、そういう思いでいます。資金はクラウドファンディングで募り、市民や卒業生などからおよそ81万円を集めました。お化けの衣装も
すべてメンバーの手作りです。敦賀でイベントの一つになるっていうのもすごく楽しみですし、イベントは学校の妖怪で有名なトイレの花子さんならぬ北小の花子さんと一緒にお化け屋敷を巡り、文字のパズルなど謎解きにも挑戦。日中は子ども向けに、夜は大人が楽しめる演出を工夫し、2日間合わせておよそ800人が来場。え、そうなの？廃校の校舎には悲鳴と笑顔があふれました。みんなで叫んだりするところが楽しかったです。建物でまだまだ綺麗で、楽しいことを考えてくださってる方がいて、とてもありがたくていいと思います。みんなの思い出の場所でもあるし、初めて北小に来てくれた子たちがほとんどやと思うんですけど、またこういう新しい思い出作りの場にしてもらえるっていうのはすごくありがたいと思います。こうしたイベントを通じて学校の価値を地域に届けることは有意義だと専門家も見ています。例えば行政なんかもその反響によってはひょっとしたら予算をつけてこういう方向でここをリノベーションしていきましょうっていうような話になってくるかもしれませんし、そういう起爆剤としての価値っていうのはイベントにあるかなと。また廃校の活用には住民の参加が欠かせないと強調します。その学校施設っていうのは人々の記憶が残っている場所なので、そこを利用するっていうことがより自然に地元の人たちが参加できるような、そういう場所にはなるだろうなと。地域に暮らす人の思い出が詰まった学校、役目を終えた校舎を生かし、大人たちや次の世代にどんな使い方を提案できるのか、地元の知恵が求められます。例えばこう自分が通った学校がもしこう廃校になったらと思うと、やっぱ思い出のね学び屋でのイベントっていうのは気軽に行けるとすごくいいなというふうに思いますし、また今廃校ではなくても校舎内でのこう空きスペースというのも増えていて、フリースクールという形が注目を集めているようですし、子どもたちも含めて卒業生や地域の人とこの居場所の一つとして活用できるといいですよね。もともと声が たくさんこう聞こえるような場所であったから、そういうところでお化け屋敷なんかも開いてね、またそう、活気というか人が集まるようになると新たな活用としてもいいですし、これ敦賀の例っていうのはなんかお化け屋敷の街としてなんかこう広がっていったりするとまた独自性も生まれてね、一つの地域づくりとしては面白いんじゃないかななんて思わせるような可能性もちょっと感じるね、取り組みだなという感じもいたしました。廃校になった学校の活用について見ていきました。